見てみて、はい、入ったら倒してますよ。はい、お知らせです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。 CM バナースポンサー様のご紹介です。ペットサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平様、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーバーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。少し長い目のドラ、辺りを見渡せば。皆さんこんにちは。こんにちは。シャロー姉妹のチェンジマイライフの時間が始まりました。私パーソナリティの社会保険労務士の高橋真由美と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。このチェンジマイライフの番組の説明、今日2回目なのでもう1回説明させていただきます。簡単に言えば今を生きるみんなへの応援番組です。はい、現在逆境とか困難とかいろいろ大変なところにいるけれども、頑張って乗り越えたいあなたのその乗り越えるためのエッセンスがいっぱいの番組です。まだ引き続きご覧いただければと思います。さて今日は前回ですね、次私のこと言うって話してたんですけれども、なんと急にとっても素晴らしいゲストに来ていただくことになりました。だらー、なんと世界に115カ国と地域、地球3周分となる、何キロでしょう何キロに走破した、自転車で走破したというものすごい人が来ました。ということでご紹介いたします。あ、すいません、匂いが来ました。すいません。それではお呼びいたします。今日のゲスト、自転車冒険家、デボリ吉和さんです。どうぞ、いらっしゃいませ。はじめまして、お願いします。今日はお越しいただきまして、どうもありがとうございます。急遽。はい。はい。そうなんです。急遽決まりました。はい。やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、私が聞いてるのが、デボリさん日本から出て帰国することなく10年間も、はい、そうですね、はいはい、で自転車で世界一周されたと。まだ旅の途中です。まだ旅の途中なんですか。はい、まだ僕地元東京なんですけれども、今日本に帰ってきてから東京に帰りしなに今静岡にやらさせていただいて、で急遽おととい、はい、昨日おとといぐらいに、ね、はい、八重月さん出ませんかというお話をもらいまして、はい、そうですよね、すごい本当に私もびっくりしまして、でもなんかその紹介された方からデボリさんのお話を聞かせていただいていて、プロフィールもいただきまして、これは絶対話していただきたいし、すぐにでもと思って、でたまたまね2日後の今日の放送があったんで、んじゃあ今日ねっていうことですぐ出ていただきました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。今日は楽しみにしてました。はい、よろしくお願いいたします。はい、楽しみましょう。はい、まず最初にですが、はい、Facebook を見て、まず最初に写真がこんな感じで出てたんですよね。すいません、一回ちょっとこれ落としちゃいますね。はい、こんな感じですね。すいません。はい、これはやっぱりいろんなところに行かれた時のお写真なんですか。そうですね、これいろんな国の写真があるんですけども、はい、それこそ先ほど、はい、アフリカのお話しされてましたけど、はい、ちょうど上のねこの写真わかるかな、アフリカの後ろのバッグがそうっぽい、はい、ちょうどねスーダンの近くで撮影したものですね。で一番大きい写真が、オーストラリアなんですけれども、ナラボー平原って言って町から町までの区間が1200キロ何もない、町から町の間が1200キロ、何もない区間で写真撮ってるところですね。はい、すごいですね。ちょっとお伺いしたかったんですけれども、はい、この
10年前ですね、約10年前、はい、どうして自転車で世界一周されたいって思われたんですか？そうですね、まあ、世界一周をしてみたいっていうのはみんな、どっかで気持ちの中で思ってるとは思うんですけれども、まあ、自分の中でちょっとうまくいかない時期があって、でちょっと一回人生をリセットしてみたいなと思って、で人生リセットボタンをバチッと押してみたんです。バチッとしたんですね。そしたらなんかすごくすっきりして、じゃあリセットされました、じゃあお前は何がしたいのって自分に聞いた時に、じゃあ世界一周したいよって思ったんですが、まあ、普通の世界一周だったら今ドアトゥードアでどこでも行けてしまう時代なので、もうちょっと何か違った形で世界一周したいなと思った時に、世界の生活っていうのを一番見たかったかなと思って、生活に一番近い手段って何だろうって思ったら自転車だったっていう感じ。そうだったんですね、はい、すみません、これそれで今日ですね、はい、まだ途中っていうことなんですけど、まだ途中です。ゴールはいつの予定ですか？はい、一応ねゴールは6月の8日に、はい、地元が東京なんですけれども、はい、東京の方でゴールする予定で、一応そのゴールのイベントっていうのもありますんで、はい、もしよかったら僕の Facebook の方から見れますんで、はいはい、ご参加ください、はい、ぜひ興味がありましたらよろしくお願いいたします。さてですね、デボリーさん、その10年ですよね、はい、10年間も回ることになったっていうことなんですけれども、まずどんな感じで回られたのかちょっと教えていただけますか？はい、まあ、これ世界地図なんですけど、最初スタートしたのがちょっと分かりづらいかな、アラスカ州アンカレッジっていうアメリカ大陸の一番北にある国際空港から到着して、はいはい、アメリカ大陸を中米南米と一番下まで降りて、はい、で次にアフリカを回って、で、はい、その後北欧最北端とかも行きつつも、間でオーストラリアを走って、はい、最後ユーラシア大陸をずっと東まで進んで日本に帰ってきたって感じですね、はい、そうなんですね。初めにアラスカ選ばれたのって何か理由があったんですか？そうですね、だいたいサイクリストって東回り西回りっていう言い方がするんですけど、はい、東回りだとだいたいアラスカかカナダ出発っていうのが基本になりますね、はい、そうなんですね、はい、一応ね僕の中では大陸の端から端までを走りたいっていうのがあって、アラスカですとアメリカ大陸の一番北にある国際空港があるので、はいはい、アラスカを選びました。そうなんです、はい、アラスカってすごく寒いイメージがあるんですが、はい、寒くありませんでしたか？夏場ですと結構 T シャツ短パンで行けるぐらい、はい、暖かいですよ、20度ぐらい。でも夏場は暖かいんですけれども、はい、白夜の時期になるので日が落ちないんですね、はい、なので夜でもテントの中がすごく明るくて、はいはい、あまりなんか寝た気持ちには ならないところでしたね。そうなんですね、はい、その後いろんなところ各地転々されているかと思うんですけれども、はい、言葉はどうされましたか？言葉は僕は基本的には、はい、あまり英語も喋れません、はいはい、なんですけれども、まあ、気持ちで日本語でもいいのでとりあえず伝えなきゃっていう気持ちで、まあ、困っても日本語で話しかけてみたりとか、ありがとうを伝えたり、おいしいよっていうのを伝えたりすれば結構ね、いろんなところの国の方分かっていただけるの で、 そうなんです、ね、はい、変になんかね、かっこつけて喋るよりももう気持ちのままおいしいって伝えたり、ありがとうって言ったあげた方が、はい、現地の方も喜んでくれるんじゃないかなと思いますね。マイルールとかそういうのはあるんですか？島へは行かないとか。特にマイルールっていうのはないんですけれども、うん、一応大陸の端から端っていうのを基本に、はい、南極は行かない？南極行きたいんですけれどもお金がない、はい、南極が非常に高いので、もし、ね、この先行ける機会があったら、今地球上にある5大陸は全部端から端まではできたので、6大陸目南極っていうのをぜひやってみたいですね、はい、ニュージーランド行った？ニュージーも行ってないです。オーストラリアまでです。俺ヒッチハイクしたことない。ニュージーいいみたいですね、温泉もあるし、はい、そうなんですね、自然も豊かで、まあ、ちょっと島国としては行けてないところが多いんですけれども、まあ、この後島もどんどん走っていけたらいいなと思ってます、はい、そうなんですね、すごい。
聞いてるだけですごくワクワクするんですけれども、その10年間ずっと日本から離れて世界各地回られて、はい、日本が恋しくなったりとかっていうことはございませんでしたか？いやすぐ恋しくなりましたよ。特にどういう面でですか？スタートして2日目に僕帰りたいって言いましたからね。アラスカでですか？はい、3日目にテントで泣いてました。はい、そうなんですね。それぐらい日本は恋しかったですね。はい、それでも10年間回ったっていうのはやっぱり人が良かったとか、そのいろんな、そうですね、あと一番大きかったのは自分で決めたことに嘘をつきたくなかったっていうのはありますね。世界一周を自転車ですると決めて、みんなに応援していただいて出発したのに、そのまま帰りたくはなかった。なんかみんなの、ね、期待とか夢とかも一緒に届けてくれたので、それをぜひ、ね、日本まで持って帰りたかったっていうのはありますね。そうなんですね。はい、話は変わりますけれども、その回ってで今日本にいらっしゃるわけですが、日本に帰られたのはいつですか？日本に帰ってきたのは実は最後韓国からフェリーで博多港に、はいはい、福岡県の博多港に入ったの、はい、入ったんですけれども、はい、それが去年の9月、はいはい、に日本に到着してました。はいはい、でその日本に届いた着いたのが、ね、去年の9月で、はい、それで今日まで何ヶ月間でしょ、結構ありますけれど、その間どんなことなさりましたか？はい、実はね、そのまま東京ゴール目指してもよかったんですけれども、はい、その後冬が始まってしまうもんで、はい、冬になると雪になったりとか、ちょっと季節でいいところが、日本のいいところが見れないなというのもあったので、ちょっと春まで沖縄の方とか、はい、あと一時的にタイの方とかでも、はい、働いてまして。タイで働いてたんですか？はい、でそのまま春になってから北上し始めたって感じですね。そうなんですね。タイで働いた時もやっぱり日本語 は使えるけどタイ語は使えないとか、そんな感じでしたか？そうですね。あと、まあ、基本的には日系のところで働いていたりとか、はいはい、日本語が使えるところで働いていたりもしたので、はい、そういうことなんですね。そうですね。世界中、まあ、いろんなところでお小遣い稼ぎをしたり、はいはい、しないとちょっと10年という期間が持たなかったので、はいはい、いろんなところで働いてもみました。そうなんですね。次にお伺いしたいのが、また自転車で世界一周している中で一番印象に残ったところと、なんか簡単なエピソードがあってありましたら教えていただけますか？ね、一番そういう印象が多いので難しいんですけど、今パッと思い浮かぶところですと、最近最後に走ったんですけど、はいはい、まあ、ここら辺ですね、はい、モンゴル。モンゴル、モンゴルってすごいとこだなと思いましたね。朝青龍とかの、そうですね、何でも有名な出身国ですよね。はい、もう極端に人が住んでなかったりはもうするんですけれども、はいはい、乾燥していて水があまりないので山が削れたりすることもなくて、はいはい、もう緑の大地がずっと続いてるんですよ。で見えてるのはもう真っ青な空と緑の大地と一本の道しかない、はい、でその中を走っていくんですけど、まあなんか今まで世界旅行っていうのは都市から都市を巡ったりするイメージがあると思うんですけど、まさにモンゴルを走ってる時はもう大地を走ってる感じなので、地球の上にいるなっていうような、はい、今自分は地球の表面を走ってるんだなっていう気持ちになれて、すごくなんかもう変にな話したら違う惑星にいるんじゃないかなぐらいの、そうなんです、はい、まさにダイナミックな光景がすごく良かったですね。はい、まさに松山千春さんの果てしない、よく歌いましたね。世界ですね、まさに、はい、歌う世界、はあ、いいですね。モンゴル行ってみたいなって今思いました。はい、ありがとうございます。さてですね、ちょっとそんなデボリさんの話がいっぱい聞ける、はい、イベントがなんと7月にあります。ありがとうございます。7月13日土曜日にあります。ちょっとこれですね、ちょっとここに出しますね、はい、見えるように、はい、行きっぱなし10年自転車地球一周の旅トークショー in 静岡が7月3日の土曜日、13日ですね。あ、すいません、私書き間違えました、はい、7月13日土曜日です。13日です、はい、13日の土曜日午後の2時から4時まで静岡県男女共同参画センター
アザレアで開催されます、はい、どんな話をされますか？そうですね、あの世界一周をしてきた時の、まあ、危険の話だったり、はい、あの良かった出会いだったり、はい、美味しいご飯の話だったり、もう何でも何でも、はい、あのさせてもらいたいなと思うんですけれども、はい、一応あの小学生から参加 OK という感じにしてますので、みんなが楽しめるようなイベントになってくれたら嬉しいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。詳しくはですね、あのチラシ、こういうチラシ置いてあるお店とかも今増やしてますので、あのこちらのチラシとか、あと Facebook でイベントページで立ち上げていますので、こちらご覧いただければと思います。で、あの Facebook であの申し込み可能ですので、ぜひあのご参加ください。参加無料です。ただあのできればあのデボリさん の, あの参加、あのこれからの活動費とか、あとはこちら会場費とかのためにあの募金箱も置いておりますので、そちらにもお金をちょっとでいいので、いやちょっとじゃないですよね、できれば心づけ、ね、はい、あの気持ちの限りで結構ですので、あの出していただければ嬉しいなっていうぐらいのレベルですけども、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、それではですね、恐れ入ります、この今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。あのそれではですね、あのこのまま引き続き、あ、デボリさんも一緒にいただいて、はい、はい、彼のあれなのかな、はい、すいません、イベントの告知をさせていただきます。まず一つ、交流会、静岡を熱く登る会、こちらあの2019年6月14日に開催されます。で、今日参加いただきました、あのお話いただきましたデボリさんもあの一応参加予定ということで、この日のために東京から来ていただけるということですので、ぜひ、詳しくお話聞きたいなとか、あのお知り合いになりたいなっていう方は、あのこの交流会、静岡熱く登る会に参加いただければと思います。で、あの詳しくこちらの方に書かせていただきました。あの6月14日金曜日19時から21時30分です。で、会場はまだ決まっていません。場所としてはあの静岡市内を募集してあの考えています。ただあの参加人数が70人ということで、あの大規模なあの大規模なところですので、あのちょっとお披露目のいい会場を今探しているところですので、恐れ入りますが、あの後ほどまた私の方であの告知させていただきますので、よろしくお願いいたします。で、こちら会費は5000円です。で、こちらあの静岡熱く登る会にあのゲストスピーカーが来ます。じゃじゃん、まずお一人目、我らが杉山先生こと杉山正和さんです。テノール歌手、ウェブコンサルタント、飲食店経営をされています。この後20時から杉山先生のつながるライフワーク TV のパーソナリティをされています。で、歌手です、テノール歌手ということですので、もしかしたらこの静岡熱く登る会で杉山先生の生歌が聞けるかもしれません。ですので、生歌を聞きたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひお越しください。次にお二人目です。佐藤真理子さん、この方は医大出身です。で、全米 NLP バスターのカウンセラーをされています。で、私の個人的な感想なんですけれども、前回の静岡熱く登る会で初めてお会いしたんですけれども、とっても素敵な女性で、こんな綺麗な方静岡にもいらっしゃるんだと思うくらい、本当に女優さんみたいに綺麗な方なんですね。で、なんと今回ですね、英語でスピーチされるという話です。なので普段英語になかなか触れる機会がない、そういった方も英語で話を、佐藤さんのスピーチを聞いて、本当にこういう話ってあるんだとか、素敵な発見をしていただければと思います。それから3人目のスピーカー、関口源さんです。この方はあなたの変わりたいを後押しする男っていう形でおっしゃってます。で、一度私この関口さんとお会いしたことあるんですけれども、見た目結構クールな感じの方なんですね。こんな感じ、この形で、ありがとうございます。この方です。
この方で見た目結構クールな方なんですけれども、その見た目から想像できないくらい、実際お話ししてみると淡々としゃべる口調からは想像できないぐらい熱い思いを感じる、そういう方です。そういった交流会静岡熱く昇る会なんですけれども、熱いハートを持った仲間を冷やして、あなたのハートをさらに熱くしたい、そういった方ぜひいらしてください。参加希望第一次申し込み締め切りは6月1日です。詳しくはFacebook イベントページまでこちらご覧いただければと思います。で、この静岡熱く昇る会なんですけれど、はい、実行委員長 の山本昇さんも、はい、デボリさんの活動を応援しますってすごいバックアップしてるんですよね、はい、山本さんこちらの、はいはい、イベントの方にも来ていただけます。そうですよね、はい、一応私も来ますなので生まゆゆとか生デボリさんとか、あとは生山さんとか、すごい素敵な方がいっぱい来ますので、ぜひお越しいただければと思います。以上、宣伝と言いたいところなんですけど、あともう一つ、すいません、これは私がっていう感じでさせていただきます。これは私自身 の宣伝なんですけれども、実は私ハローワーク静岡で雇用保険電子審査アドバイザーっていうのをやっています。で、毎週水曜日窓口とあと訪問相談やっているんですけれども、午前9時から17時までハローワーク静岡にいたりとか、あとは各事業主様を訪問して、でインターネット申請、今雇用保険とか社会保険とかインターネット申請ができるものですから、そちらのセットアップ方法とか、あとはその内容とか、そういったことを詳しく説明させていただいています。詳しくはハローワーク静岡雇用保険適用課まで電話054-238-8608、こちらにお電話いただければと思います。今さん、ありがとうございます。一応私一人 で雇用保険電子審査アドバイザー私一人ですので宣伝させていただきました。で、訪問料も無料です。ですのでご安心いただいて、遠方の方も相談いたします、相談に参ります。なので一応静岡県内どこでも私に会いたいよという事業主様がいたら、ぜひハローワーク静岡にご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、恐れ入りますデボリさん、はい、残りわずかですけれども、ぜひこれからどんなことされたいかとか、そういったことをおっしゃっていただけますか。これから世界一周終わった後はどうされたいですか。そうですね、実はまだ決まっててなくてですね、はい、決めてはないんですけれども、はい、まあまあ行く行く先はじゃあ月まで行ってやろうよみたいな気持ちでいます。すごいですね、はい、使いだったら月まで走りに行ってみたいですね、はい、そうですね、はい、月いいですね、自転車走るんですか。ね、せっかく地球一周したのでもう次は惑星まで、はいはい、走りに行ってみたいなと思いますが、ET みたいにですか。じゃーんじゃーん、 ET 乗ってる側ですからね僕超えてる側なんで、はい、あ、そうか、なるほど、そうですよね、やっぱ自転車で行きたいですよねそうですね、はい、いろんなところまで、はい、隅々まで見てみたいな、はいはい、思ってます。ありがとうございます。はい、旅行中ってね、はい、住所はどこになるの。住所を抜いてました。どこでもないこと、はい、なので旅行中は住所不定無職の状態で、はい、じゃあ税金も払わなくていいってこと。それは二次会の方であ、でも3ヶ月居住しないとそこでは税金払わなくていいんですか。そういうことですね。なので抜いといたって感じですね。はい、この後はしっかり払います。はい、しっかり払ってください。国民年金保険料とかも払ってくださいね。はい、病気になっちゃったらどうするの。会話ねえ、僕は本当にブルキナファソでマラリアにかかりまして、はい、その時本当に先ほどのジャイカさんとか外務省の方と一緒に働いてたんですけれども、日本大使館の医務官の方がすぐ飛んできてくれて、で処方していただいて治ったっていう経歴があるんですけど、本当に病気怖いですね。本当に怖いですね、はい、その説はジャイカさん本当にお世話になりましたお世話になりました、ありがとうございましたここに住んじゃおうと思った国とかありますか。結構ありますね。僕ネパールとか
スリランカとかやっぱり人が優しいところすごくあの自然が近くて人が優しいところすごく好きですね、はい、どういう国で彼女できました？彼女はそうですね、2年に1回ぐらいできるんですけど2年に1回っていうことは一緒に走ったこともあります。はい、なんか今度乗せてもらいたいみたいな二ケツですか？スーダンに乗せてほしい。それで行ってほしい。ぜひ自転車買っていただけたらエスコートはします。エスコートしてるんだ。すぐば国外出られないから。それでは今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは引き続きですけれどもメッセージやゲスト出演希望者の方お待ちしています。でメールとかお便りとかはこちらにお願いいたします。それではですね、次はワクワク菜園クラブです。今日も社労士まゆゆのチェンジマイライフお聞きくださいましてどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。本日のゲストデボリー吉和さんでした。どうもありがとうございました。はい、チーズ。ありがとうございました。ありがとうございました。